おじチャンネル、パチンコをやめて25日目のおじチャンネル。すげえな、パチンコをやめてもう25日か。でもさ、本当にやめたいのか、パチンコ本当にやめたいのか。大当たりした時の達成感、どれだけ連チャンが来るのか、あの期待感、そして勝った時の喜び、味わいたいんじゃないのか。おじチャンネル、本当にパチンコをやめたいのか。消費者金融、友人家族にお金を借りてまでパチンコ、そんな生粋のパチンカーのお前が本当にパチンコをやめたいのか。おじチャンネル、パチンコ本当はやりたいんじゃないのか。会社をサボり、友人との約束を破ってパチンコ、そんな生粋のパチンカーが本当にやめたいのか、やめられるのか。おじチャンネル、本当はパチンコ打ちたいんじゃないのか。おじチャンネル、瞬間的にやめたい、負けた時とか絶望感に苛まれるよな、そんな時はやめたい、そう思うんだろう。でも心の奥底ではパチンコまた打ちたいな、打とうって思ってるんじゃないのか。おじチャンネル、いいんだよ、別にパチンコ行ったって、パチンコは何も悪くないんだよ、そしてお前も何も悪くない、パチンコ打ってもいいんだぜ。パチンコ打ちたいんだろう、いいんだよ、パチンコ打ちに行っても。俺はやめたい、パチンコをやめたい、そう言ってるお前を救いたいんだよ。パチンコを打ちたいお前を応援したいんだよ。おじチャンネル、正直になれよ。本当はお前どうしたいんだ。